醜いアヒルの子。ここはアヒルの家の中。卵が割れてアヒルのヒナが次々と生まれてきます。わわわわ、こわ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 。お母さんアヒルは大喜び。でもその中に体も頭も大きい醜いアヒルの子が一羽いました。変な子だね。兄弟たちはそんな醜いアヒルの子を仲間外れにしていました。ある日のこと、いつもと同じように一人で遊んでいた醜いアヒルの子はふっと空を見上げると、真っ白い白鳥たちが美しい姿で飛んでいくのが見え、ああ、僕もあんなに綺麗だったら誰にもいじめられないのに。醜いアヒルの子は誰も構ってくれない一人ぼっちの家を出て一人で暮らすことにしました。それから暑い季節に寒い季節、いくつかの季節が流れました。一人での暮らしにも慣れた頃、醜いアヒルの子はふっと水に映る自分の姿を見て、あ、と驚きの声を上げました。大きく成長して醜いアヒルの子は美しい鳥に変わっていたのです。それを見た白鳥たちが近くにやってきて、なんて美しい羽なんだ。みんな醜いアヒルの子を褒めました。いえ、醜いアヒルの子は本当は白鳥だったのです。白鳥になった醜いアヒルの子は白鳥の仲間たちと幸せに暮らしたのでした。おしまい。